対中国への抑止力強化のため、ミサイル部隊を離島4島へ配備計画を発表。今回は、このミサイル部隊を詳しく見ていきます。岸田内閣は、外務大臣を変えるべきですよ。と私は考えています。昨今、中国が南シナ海における海洋権益を一方的に主張する九段線を打ち出し、南シナ海の各島嶼の実効支配するため、陸上基地の造成を進めて以来、その海洋進出は露骨かつ強引なもので、ロシア、北朝鮮を除く西太平洋各国が、その野望の阻止に向かって動き出した。日中間で言うと、東シナ海の尖閣諸島領有権問題で、同諸島の接続水域や領海を侵犯する中国海峡の艦艇と海上保安庁の巡視艇との激しいせめぎ合いが頻繁に起きている。また、近年は台湾の防空識別圏に対する中国軍機による侵入挑発行為が頻発するなど、覇権主義の中国の果てしない野望と、それに対抗する日米を中心した同調する西側諸国の軍事的活動によって、南シナ海、東シナ海、フィリピン海などの西太平洋全般が一触即発となりそうである。中国が対アメリカを想定した東シナ海における防衛ライン、第一列島線と称される軍事的戦略上境界線には、九州の南海上から、台湾に連なる南西諸島、大隅諸島、トカラ列島、奄美諸島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島、大東諸島、尖閣諸島が含まれていることは、一般的にはほとんど知られていない。要するに、中国はアメリカと対峙する有事が発生した際には、日本の領土である南西諸島を防衛線として、その内側に、米軍や日本の自衛隊の艦船、航空機などの侵入を阻止すると言っているのだ。勝手に他国の領土を防衛ラインと決めたということは、中国がアメリカとことを構えるような事態になれば、西南諸島を自軍基地として占領し、そこで米軍を阻止すると言っているようなものである。先般も中国海軍とロシア海軍の艦艇10隻余りが、日本海から津軽海峡を抜けて、太平洋を行きようようと航行し、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過して、九州の大隅海峡を抜けて、東シナ海に入るといった、恣意的な航海を実施されている。我が国日本は、津軽海峡と大隅海峡は、国際海峡として航海しているため、平時に外国艦艇が通過することを認めており、中国海軍とロシア海軍による通過は、法的にも全く問題ない。とは言っても、日本の近海を軍艦が通過するという恣意的な行動は、明らかに、日本、アメリカ、オーストラリア、インドのクアッド、QUAD や、アメリカ、イギリス、オーストラリアのオーカスなどの反軍事的同盟の性格を持つ、対中国共同包囲網のような新しい安全保障の枠組みに対抗したものであり、決して簡単には容認してはならないものである。しかし、日本国内においては、衆議院選挙を控えた時期であったため、この威嚇公開が大きな話題とはならず、選挙の争点にすらならなかったことは、誠に残念であり、平和ボケに憤りすら感じる。自由民主党が掲げた公約の中に、対敵基地攻撃戦力の保有を挙げていたものの、ほとんど話題にもならなかったが、政府と防衛省においては、着々と、その地固めは進められており、防衛省では、現在、陸上自衛隊に配備されている、1に1基地対艦誘導弾の長射程化開発を急進行している。この、1に1基地対艦誘導弾は、百数十キロメートルの射程を保有し、重装輪車両に搭載された発射塔から、
発射が可能なミサイルで、地点を移動しながら運用することができ、防衛省において、能力向上型として、2022年度までに、射程 900km にまで延伸する改良を三菱重工に委託して開発中である。また、運用するミサイル部隊を南西諸島に配置し、南西諸島の占領を目論んで押し寄せる中国艦隊に備えようとしており、最終的には、有効射程を 1500km まで延伸させ、地対地ミサイルとして、中国本土の敵基地をも、射程に収めようとする考えがあると言われている。この長射程ミサイルを開発することによって、中国軍の艦隊地、空対地ミサイルの射程の外から攻撃するスタンドオフ機能で、西南諸島に上陸を企てる中国軍への抑止力にしようとしていることを国民は理解しなければならない。防衛省では、2020年に新たにミサイル運用部隊を編成して、南西諸島への配備を開始し、2019年3月に奄美大島に第301地対艦ミサイル中隊を配備、また、2020年3月には宮古島に第302地対艦ミサイル中隊を、2022年には石垣島に新部隊を配備して、30万1302両ミサイル中隊をその時期下に編入する計画となっている。これらの動きの中で安全保障の最前線とも言うべき奄美大島地元住民の反応は薄く、第302地対艦ミサイル中隊が配備された瀬戸内郡田室地の瀬戸内建設業協会では、奄美大島が安保の最前線と言われてもそのような現実感がないとして、ミサイル部隊配備への警戒心はないのが現状だ。むしろ歓迎ムードの方が強く、部隊配備による経済効果が大きく、瀬戸内郡田室地の場合では基地設備建設予算は約630億円であったのが、奄美市瀬戸内町の建設会社において延べ58社には147億円の受注があり、人手が足りなくなるほどに地元への還元が大きくなっている。しかし、地元住民の一部がミサイル基地整備への不安を訴えており、基地があれば攻撃目標となり、島にミサイルが撃ち込まれたりするほか、航空機による空爆や艦艇からの艦砲射撃などもあるかもしれないとして警戒する声もある。こうした反応は、米軍や自衛隊が新規に基地を設営する際に必ずある話だが、基地がなかったら島の住民は全く何の関係もなく安全でいられるのかといえば、決してそうではない。